吉根さん、スクロール動画の時代ありましたね。懐かしいな。で、正山さんって方ね、私も仲良くさせてもらって、セールスにもちょっと協力させてもらったんで、思い出深い方ですね。今はどうされてるのかな。やっぱりね、気になりますね。稼げた人が稼ぎ続けているのか、それともどっかで稼げなくなっちゃうのか。なんかこうしてね、君臨していると、私の目の前で稼ぎ続けてる人って、まあ、吉田さんはもちろんなんですけども、自分とこの塾生が何人かいるぐらいなんですよ。で、最近私ズームライブ対談をね、また対応するようになったんですけども、私と対談するとね、まあ、ほとんど必ずと言っていいぐらい売り上げ上がるんですよ。今まで1円も売れなかった方でも何十万ってポンと売り上げ上がるんですよね。それはもうテンプレートなんですよね。一部には、まあ、お客さんの質を上げるっていうところにも関わってくるのかもしれませんけども、商品の作り方をまず教えてあげると。商品の作り方は、注文を取ってからその人と対談をして面談をして作るんだよっていう言い方で、まずは商品を作り込むことはやめさせたんですよ。そうするとすぐにセールスに入れますよね。セールスに入るときに、自分の集客の時間がどうしても持てない方には、私と対談しましょうと。私がズーム対談をすれば、ある一定の人数は集まりますと。しかも稼ぎたいという人が集まるんで、私がティーアップすればあなたの商品は売れるでしょうと。売れた後で注文を取って、そこから商品を作り始めればいいんじゃないかなっていう、まあこの形ができるわけですよね。まあそう考えていくとね、ビジネスって、いや本当に面白いなと思うわけなんですけども、いや面白いですね。もうなんかこれにつきますね。あ、それで何でしたっけ。何、動画を2つ撮ったけどめんどくさくてやめた。まあ、めんどくささを感じる人にはもうできないでしょうね。お金を稼ぐってめんどくさいわけじゃないですか。何かしないといけないから。で、徐々に何もしなくていいようになるわけですよ。で、一番最初はそれはめんどくさいんじゃないですかね。私今ね、ボクシングをまた始めてるんですけども、今度はね、リングに立とうかと思ってるんですよ。50代を過ぎると親父ボクシングっていうのがあって、マスボクシングって言って、当てないボクシングがあるらしいんですよ、寸止めの。まあそれになら参加できるかなと思ってるんで、そこに行くことが私の目標なんですけどもね。で、ボクシングの世界も昔の努力と根性、打撃論ではなくて、打たれないように打つために、なんかいろんな戦略が情報としてトレーナーさんがね、身につけてるらしいんですよ。で、まず大まかに言うと、ボクシングのスタイルって、近距離インファイトなのか、ミドルレンジって言って中距離なのか、アウトレンジって言ってちょっと離れて、でパパッと近寄ってきてババーンと打ってまた離れるみたいなね、感じのスタイル、大体3つに分かれるんですよ。その他、普通のスタイルかサウスポーかってのに分かれるんですよね。そう考えていくと、自分が近距離用の人間なのか、それとも長距離用の人間なのかっていう分類がまず一つあると。そして相手が近距離が得意なのか、長距離が得意なのかっていうところでも戦術戦略が立っていくんですよね。しまいには相手がサウスポーだった場合はどうすればいいのかっていうこともあって、なんですかね、リングに立つ前にほとんど勝負が決まってるんですよね。あと、どのぐらいの脚力を鍛えればいいのか、それからパンチの威力を出すためには広背筋をどのぐらい鍛えればいいのかとかね。あと、スタミナのことですよね。やっぱりこう、素人さんだったら1ラウンドでも持たないんですけども、2ラウンド3ラウンドで、長いボクシングの試合だったら10ラウンドとか12ラウンドってあるわけですよね。まあ、そうなるともう全力疾走を何回するんやみたいなレベルなんですよ。だいたいね、800メートルダッシュを1回すると3分らしいんですよ、800メートル。とてもじゃないけど、私800メートルも走れませんけどね、全力疾走では。でも800メートルを3分以内で走れるようになると、だいたい1ラウンド戦えるようなスタミナがつくらしいんですよ。だから800メートルダッシュを4回戦打つ人は4回連続で走るみたいなことを日々のトレーニングメニューに入れてるらしいんですけども、これも基礎メニューなんですよね。そうすると相手の選手もそのぐらいやってるだろうっていうことで、まあ情報は考えられますよね。となると、こっちはこの800メートルダッシュ4回じゃなくて、じゃあ6回やろうかな、7回やろうかなみたいな、オーバーワークにならない程度で調整していくみたいなこともありますし、あとね、対戦相手の筋肉を見ただけでもどのぐらい練習をしてきたのかとか、得意分野がどこなのかってことを情報で察知できるそうなんですよ。だから今ボクシングもね、近代科学なんですよね。もう、なんですか、どんなパンチが来たらどう避けてどう返すかっていうふうなのを
どれだけ知ってるかで勝負が決まるらしいんですよ。だから闇雲に腕力があったとかね、動きがすばしこいとか腕っぷしが強いとか、あの負けん気があるだけではなくて、その上に科学の積み重ねがあって、一つの勝利っていうものに結びつく。でいろんなものを集大成して一つのパンチが相手に当たる、もしくは相手のパンチが自分に当たらないっていうことに結びついてくるそうなんですよ。そう考えたらね、あの野生味あふれる格闘技でさえもう科学なわけですよ。じゃあビジネス、私たちがやってるビジネスって何なのかって言ったら、どのぐらいの活動量でどのぐらいの結果が出やすいかってことを考察していって、そのためにはどんなスキルが必要なのか、どのスキルは今となっては無用なのかってことで考えながらやっていくわけですね。そうなった時に、例えば昔 あのエンドロール動画で稼ぐ方法みたいなのありますけども、あれ誰でも簡単にできちゃうわけじゃないですか。しまいにあれは自動化されちゃうんですよね。確かに今スクロール動画なんてほとんど見なくなりましたよね。だからどの動画を選択してもなかなか面白いし、サムネイルもちゃんと作ってるんでそれなりに見栄えもするし、逆にサムネイルがないね、なんか吉谷さんの動画っていうのは逆に目立つみたいな感じがしますよね。それも戦略の一つかもしれませんけども、なかなかね、あの面白いところに来てるなと。何が言いたいかっていうと、やっぱりね、誰もができるレベルのことをやっていたら、それは過度競争が起きて誰もができる簡単なレベルのマーケットっていうのはすぐなくなるってことなんですよ。ですので参入障壁の高いことをやって高いものを攻略できるようになると、ライバルが現れにくいんで安泰だなってとこですよね。でも簡単なことばっかりやっちゃうと、簡単なものっていうのはすぐに飽和しますんで、すぐにねできなくなっちゃう。例えばスクロール動画で稼いでる人っていうのは、あっという間にスクロール動画の市場がなくなって、もうなんか YouTube が稼ぎ頭だったのに YouTube が稼げない頭になっちゃうみたいなね、こんなことも起きてくるわけですよ。すごく不安ですよね。で私もサイトの量産っていうのを確保してましたけども、もうしてないです。オプトインアフィリエイトもやってましたけど、今も全くやってないですね。まあ、そんな感じでやることもこう変わってくるんですよ。でもなんか中央に貫くビジネスの本質っていうのは変わんなくて、集客できますかっていうこと、まあ、それに尽きるんじゃないかなと思いますよね。集客ができたらもうビジネス終わりですよ。で集客をするために無料コンテンツを出し続けてますかってことが表裏一体であって、無料コンテンツを出し続けていれば、それはですね、そのまんまいつでも集客ができているってことになる。まあ、つまり今日も私、アクセスを何百、場合によっては1000の桁で呼んでると思うんですけども、これが毎日できていれば、それはさすがに誰かは買うでしょうってことなんですよ。ちなみにですね、吉谷さん、みんなの銀行あるでしょ。みんなの銀行、昨日久しぶりに動画を撮ったんですよ、みんなの銀行のね。そうなるとこう、今あれ映ってないですか。今は4500円なわけですよ、入金が一発で4500円 ね、いいじゃないですか。で私もまだ30万マックスいってないってことなんですよ。だから要するに、ただ今月はもう無理にしても2月にはもういっちゃいますんで、私もそろそろこれできなくなっちゃいますよ。残念ながらね。まあけどみんなの銀行を売り上げ上げたい方のために、これからみんなの銀行のね紹介動画を代行で作っていくっていうこともできるわけですよね。しまいにはね、500円あげるからみんなの銀行の口座作ってよって言っても、1500円のキャンペーン期間中だったら痛くも痒くもないですよね。やりようはいろいろあるんですよね。だからね、だから他の人がやる一歩先二歩先を常にやることを考えたら、まあ、例えば動画2本くらいでね、なんだかんだ言ってる人はもう最初から物の数じゃないですよね。だってあれでしょ、 800m ダッシュを2本する3本するでプロのリングに立てるんだったら、みんなプロになっちゃいますよね。限られた人しかプロになれないからプロなんだと思いますし、そうだそうだ、うちの親父がね最近入院したんですよ。で手術をするんですけども、腕のいい先生にお願いしたらしいです。そんな簡単に医者になりましたみたいな人にはお願いしないですよね。というのが今日の、まあ、まとめですね。いってらっしゃい。